どうしてかというと、この大気中のアンモニアとか水蒸気がいろんな色の雲を作っているからなんです。その雲が上空の木星の上空にはとても速く雲が回っていて、およそ 170km/h というものすごいスピードで風が吹いているから、その雲が回って縞模様に見えているんですね。この模様はベルトなんて言われたりもしています。さて次に、皆さんオーロラって知ってますか？先ほど太陽の時とかの話にもオーロラの話が出たと思うんですけれども、オーロラは太陽の爆発によって放出された電気を帯びた粒がその磁場を横切ることによって発生するんですけれども、このオーロラっていうのは地球に限った話ではなくて、木星を含めたいろんな星でも見られるんです。短くなりましたが、木星の話これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さて、木星でもオーロラは見えるそうですね。驚きです。木星にはこういうふうに特徴的な模様があって、その中にも有名なものがいくつかありますね。さっき紹介したこの筋筋模様ベルト、それからぐるっと回ってくると大きな赤い丸が映ってくるかと思います。そこにもお名前がついていて、大きい赤い斑点と書いて大赤斑という名前がついています。台風の目のようなもので、あ、見えてきました。こうよく見ると雲がこうここで渦を巻いて流れ出している様子も見れるかと思います。ちょうど今真ん中あたりに来た、真ん中下ぐらいかなに来た目のようなオレンジ色の大きな丸、あそこが大赤斑です。さて、2つ続けて太陽系の惑星を見ていきました。次はどんな星を映すでしょうか？これなんだろう。はい、最後に見えてきたのはこれは何でしょうか？はい、みんな大きな声で言ってくれてありがとうございます。最後に見えてきたのは地球ですね。申し遅れました。私、帝国明星大学天文愛好会スバルの山田沙耶と申します。そうだね、聞いていっちゃいましたが、また出てくる。はい、出てきました。さあ、今このバルーン、見ていただいているバルーンの大きさは4メートルです。じゃあ実際の地球の大きさってどれくらいなんでしょうか？どれくらいだと思う？難しい。47,000。おお、いいですね。100キロ。100キロ。あ、いいですね。さあ、地球の大きさ、地球の大きさは12756キロメートル。12756キロメートル。100キロマラソンを128回すれば地球一周できちゃうんですね。さあ、ちょっと大変ですが、
これまで見ていただいた、月、太陽、火星、木星、地球、さあその中で一番大きいのってどれでしょう。木星。もう一回言いますよ。月、太陽、木星、火星、地球、さあどれでしょう。土星。お、太陽と土星っていう声が聞こえました。木星。はい、皆さん大きな声で答えてくれてありがとうございます。みんなの言う通り、一番大きいのは太陽です。太陽は地球の109倍もあるんですね。とっても大きいです。じゃあ太陽以外、火星、木星、月、地球で一番大きいのどれでしょう。皆さん詳しいですね。とってもいい反応をいただきました。皆さんが言う通り、次に大きいのは木星です。さあ木星は地球の11倍、11個並べると木星の大きさになります。さああと3つ、月、火星、地球、次に大きいのはどれだ。火星。火星。地球。あ、月。月、はい、連れてしまいました。さあ答えはここでやっと地球が出てくるんです。さあ最後、火星と月、どっちの方が大きいでしょう。火星。月。月。はい、両方聞こえてきました。次に大きいのは火星です。火星はちょうど地球を半分こにしたくらいの大きさなんです。そして最後の月はその火星を半分にしたくらいの大きさ。さあ順番に太陽、木星、地球、火星、月でした。さあじゃあ少しだけ地球のお話をしましょう。地球は46億年前に誕生したと言われています。できたばかりの頃は実はこんな風に地面とかなくて、マグマの海、ドロドロのマグマの海だったんです。でもそれがやがて固まって、今みんながいるこの地球になりました。さあさっきまで話していた地球、木星とか火星とか月と違って、地球には私たち生命が存在します。なんで地球には生命が存在するんでしょうか。大人の事情。大人の事情という声が聞こえましたが、大人の事情、まあそうなのかもしれませんが、そう、水があるから。すごいいい言葉が聞こえてきました。水。じゃあどうして水があるのかというと、地球がたまたまちょうどいい距離にあったからなんです。太陽から地球までの距離はちょうど水が存在するためにちょうどいい距離だったんです。さあ他にも磁場とか大気があるおかげで生命が存在することができます。自然がもたらしてくれるこうした条件がたまたま揃ったから、私たちはこうして生きていられるんです。まあそう考えると、地球や生命の神秘さ、素晴らしさを感じることができますね。さあまた地球が見えてきました。なんだか違う映像が見えてきました。何が見えますか。はい、そうですね、日本が見えています。これはそう、夜景、宇宙から見た地球の夜の姿。もしかしたら、いや違うんですが、今もこうして宇宙から宇宙飛行士さんが見ているかもしれません。さあ見ていただくと分かるように、日本はとっても